今回はインドネシアのジャワ島に10年住んでます私が感じたインドネシア生活で気をつけるべき点3選について実体験をもとに、紹介したいと思います。まず一つ目の気をつけるべき点ですけど、治安の悪さの種類が違うっていうことです。繁華街でいうと喧嘩を売られるっていうことはあんまないんですけど、スリが多いですね。今の日本はちょっとどうかわかんないですけど、昔僕が岡山住んでた頃繁華街行くと、まあね、絡まれたりとかいきなりバトルになったりとかね、そんなことが多々ありました。インドネシア来てみて繁華街行くと、まあそんな雰囲気ないですね。なんでかっていうと、やからがいない。やからがおりません。インドネシアもチンピラみたいなやつはいますけど、まあ一緒に遊ぶとことか違うんでね、接点がないんですよ。だからね、まあ喧嘩にならないっていうのもあると思います。この間シンガポール行ったんですけど、インド人のグループがなんか酔っ払ってこうガラスとかをこうバンバンやりながらこう通り過ぎてったりとか、セダンに箱乗りしててなんかうわーとか言いながらこう爆走していく、なんかそんなんおって、なんていうかな、故郷岡山を思い出したというか、うん、それと同時にインドネシアって治安ええなって思ったんですよ。だってそんなん僕見たことないんで、こっちで。だから繁華街やからがいないんで、ひょっとしたら治安はいいかもしれない、インドネシアは。ただね、やからみたいなんいないですけど、スリがね多いですね。僕もクラブ行った時にダンスフロアにいたんですけど、まあ、その時に抱き合ったカップルがなんか近づいてきてて、で僕のなんかポケットの辺をなんか触ってったような気がしたんですよ。まあ、しばらくしたらなんかそのカップルがね、警備員につまみ出されてたんで、あれスリだったんだなと思って、まあ何も取られんかったんですけど、日本ではスリとかはないけど、こっちではスリとかがある。ただあんまり喧嘩を売られることはないっていう感じですね。クラブとかもね、結構アンダーグラウンドなクラブはあるんですけど、まあ、そういうところ行ったとしても多分そんな殴られたりとかないんですけど、そこにいる人、あとそれに群がる人、まあ、タクシーの運転手とか、あえて名前は出さないですけど取り締まる側の人間とか、そういうのが普通じゃない人が多いんで、そういうとこはね、行かない方が、ね、いいと思います。まあ、繁華街以外で違うところといえば、強盗がね出ますね、インドネシアは。人気のない時間にバイクに乗って、刃物持った2人組がなんかバイクに乗ってきて金出せみたいな、そういうのがあります。で僕スマレコン昔っていうとこ住んでたんですけど、そこでもね、僕がいつも通る道で強盗殺人がありました。被害者が逆になんかこう犯人を返り討ちにして、まあ、殺して表彰されたっていう殺人事件なんですけど、強盗ですねには注意が必要だと思います。それから日本にはないところで言うと、お手伝いさんとか、あとセキュリティ、そういう身近な人からなんかされるっていうケースがあるみたいです。外国人として、まあ、舐められないような態度っていうのが大事ですけど、偉そうに言って関係が悪化して、事件になるっていうこともあるんで、そのあたりのね、いい感じにアジャストできる、まあ、柔軟さみたいなのが、大事かなと思ってます。まあ、そういう違いがあるんで、ぜひ気をつけていただきたいと思います。次に気をつけるべき点としては、交通関係ですね。インドネシアの人口は2億7000万ぐらいかで、まあ、日本より全然多いんで、めちゃくちゃねバイクとか車とかがいっぱいおるんですよ。日本と同じで左車線の右ハンドルなんですけど、赤信号で、左折可能なんですよ。だから道路に絶えずね車とかバイクがおるような感じです。日本の場合は
U ターンするとき、反対車線に出て U ターンするときに直進が優勢なんで、直進してくる人がいないタイミングでこう U ターンするっていうのがルールかなと思うんですけど、こっちはね、途切れるタイミングがない、車が。なんで車が止まってくれそう、もしくはかわしてくれそう、そういう車が来た時にこうエイヤで出るような U ターンするような感じです。それ自体はね、簡単にできるんですけど、僕事故りましてね、ある時僕がバイクでバーって結構スピード出してた時があって、で、脇道とかあったんですけど、このスピードで行ってれば出てこないだろう思ってたんですよ。なんなら直進優勢だしぐらいに思ってて、でバーって行ってたら、案の定出てきたやつがいて、でぶつかりそうになって、急ブレーキしてこけたっていうことがありました。インドネシアに、直進有利とかそんなルールないんで、誰かが出てこようが来まいがどっちでも対応できる、なんか柔軟な運転をしなきゃいけなかった。なんで、日本だとガチガチにルールが決まってて、直進のやつはもう普通に直進していけばいいんですけど、インドネシアではそういうルールがないんで、いつ誰が出てくるとか何が起こるか分かんないんですけど、それに柔軟に対応できる運転っていうのが必要です。車両保険ですけど、日本は対人対物無制限とかってね、そういうの入るのが普通だと思うんですけど、こっちの人はそんなもん入ってる人いません。基本的に自分の車を何も直すかで、おまけとして対人対物アンマーとかそんなんなんで、もらい事故とか、巻き添え事故とかそんなんなったら、もう自分の保険しか頼りにならないことになるんで、旅行とか留学とかで来る人は海外旅行保険に入るっていうのがマストかなと思いますね。バイクの人なんかもう保険すら入ってないです。免許すらない人はいっぱいいるんで。3番目の最後の、気をつける、べき点なんですけど、すぐ環境ですね。はい、近所にねヤバいやつがおったら終わります。最初アパートに住んでたんですよ。昔の朝からガキが廊下で走って寝れないとか、エレベーターね、ガキが前回押してるみたいな、いたずらするとか、猫をエレベーター待つとこの踊り場みたいなとこの窓の日差しのところに猫を置いて、8階建てぐらいのとこですよ、降りれんようにしてて、でニャー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 うるさいとか、そんなもんね、猫も誰も取らんからね、僕が取ったんですよ、猫なんか大嫌いなの。そんなんが多々あってほんま嫌でしたね。その後、一軒家に引っ越したんですよ。泊まり込む昔っていう、いいとこですね。結構お金持ちがいて、そこの向かいの家の人が結構もうヤバい人で、犬をねいつも話がしてて、で犬結構凶暴でね、なんか追いかけてきたりとか、糞をいろんなとこでしたりとかね、みんな注意してたんですけど、誰が何言っても逆ギレするような人でトラブルになってましたね。その人が嫌だったんで、で、引っ越したっていうのがありましたね。ここの家建てて、でこっちに移り住んできて、ここでも特に問題なく過ごしてたんですけど、この間ね、玄関のドアの真ん前に食事中の方はすみません、うんこがあったんですよ。よろしく頼む。中型犬ぐらいでかいやつ、駐車場があって、で玄関なんで敷地に入ってきとるわけなんですよね。ドアの真ん前だし、どうしようかなって思ってたら、しばらくして外に出たらそのうんこがなくて、それならええわって思ったんですよ。でまた1週間ぐらい経ったら、今度ね駐車場にうんこがあったんですよ。よろしく頼む。車で踏んでもって腹立つなと思って、ウェアグループに、これルールどうなっとんだ、なんか犯人ちょっと掃除せえやみたいな、言ったんですけど、シーンみたいな感じで。でその後1週間後ぐらいに、夜ボクシングの
練習行ってて2時間ぐらいですかね。で帰ってきて、帰ってきたら、まあ、玄関のところにまたうんこがあるんですよ。よろしく頼む。しかもなんかめちゃくちゃあるんですよ。よろしく頼む。それでもう3回目やん。でもうこの喧嘩なら買うでと思うて、でどうしたろうか考えてたら、あの CCTV があるんですよ、あのうちの居住地区。で僕は家だとしたら、あのこうとこう見てくれてて、犯人見つかるわと思って、でセキュリティのとこ行って、これこれこういう理由で CCTV 見せてくれ言ったら、ちょっと朝にならんとあの見れんけど、犯人見つかったら一緒に行くわって言ってくれて、まあなんかもう腹立ってもう寝れんでね、なんかあいつじゃねえんかとか、もうなんか嫌な感じになってるわけですよ。あの中国人のおっさんちゃうんかとか、 あそこのババちゃうんかみたいなね、なんで日曜の朝からそんな CCTV 見ないけんのんかとかね、まあ、いろんな怒りが湧いてきて、でなかなか寝れんで、で次の日セキュリティがね見てくれてて、犯人分かったと言われまして、ここで問題です。犯人は誰だったでしょうか。 A 中型犬を散歩させている中国人のおっさん、 B 小型犬をたくさん散歩させているババア、 C 野良猫、 D うちの嫁。さあどれでしょうか。正解は C 野良猫です。縄張り争いをちょうどうちの近くでしとってね、でそういう時ってこうあえてうんこをするみたいなんですよ、猫って。なんでね、あの猫だったっていう話です。でそれを聞いて本当にねほっとしました。もしどっかの誰々さんとかだったらもうね終わらん戦いがそこで始まるんで、仕事とかねいろんなことで人といろいろあって、家帰ってきてもその周りの人といろいろあるとかね、もう最悪ですよね。なくて本当ホッとします。金持ちのエリアとかそんなとこでも絶対に価値観が合わないとか理解できない人っていると思います。なんで、まあ、なかなか難しいけど、車の運転じゃないけどこうこっち来たらこうかわすみたいな対応していければいいなと思ってます。まあ、今回はこんな感じです。まあ、僕の体験談なんでこの人と合わないかもしれないですけど、まあ、なんかの参考になれば幸いです。